から始める本気のシミ対策。新しいメッセージアプリで告白を成功させる方法。家で無線 LAN を使ってる時にやってはいけないこと。簡単に歌が上手くなる方法。シミ対策はクロッシーで今すぐアプリストアへダウンロード。はい、今ね、私はどこにいるかっていうと、静岡県の浜松市の麻雀荘虹の家さんにいます。まあ、先日の動画で虹の家さんを利用させていただいて、ね、自分の動画はちょっとインターネットが使えないためにね、症状があって今、ここを事務所代わりとしてちょっと使わさせていただいてるんですけど、次の海外渡航までですね。で、ここはですね、麻雀店としても利用できるんですけど、食事もできます。で、チャーハンとかね、カレーとかそばとかうどんとか、あとは、他にもですね、牛丼、ツナマヨ丼、お茶漬けですね、そういったものがあるんですけど、大体、まあ、茶漬けは200円ぐらいから、で、大体チャーハンとかカレーとか400円ぐらいで食べれるんで、結構安い料金で食事ができます。で、その中でも私がお勧めしているのがですね、このカレーです。まあ、見ていただいて、まあ、すごく赤いカレーなんで、辛いのがもしあんまり得意じゃなければあれダメかもしれないんですけど、まあ、ある程度辛いの好きであればね、すごく美味しいと感じると思います。で、ちょっと今いただいてみます。最近このカレーをね、食べてるんで、ね、結構美味しいですよ。うん、バターチキンカレーってことでね、かなり味が濃厚というかね、で、バターの味もこの辛さをちょっと抑えてですね、引き立てている。で、米に関しては山形のお米、米って言ったらやっぱ東北地方有名だと思うんですけどね、山形のお米を使っててですね、この米が美味しいんですよ。で、さらにこっちの、まあ見ていてこの福神漬けも美味しいし、らっきょうって俺、ぶっちゃけそんな好きじゃなかったんだけどね、これらっきょうね、全然食べれます、美味しいですね。うん、うん、うまい。で、もし例えば連れの方と一緒に来るのであれば、まあ運転する方はもちろんお酒は飲んじゃいけないんですけど、まあ、もしお酒飲みたい方は連れの方が運転するのであればですね、もしこの近所の方であれば、この恵比寿ビールとか浜松のこの地酒、この花の前なんか置いてますので、これね、500円です。結構安いですよ、500円。そのお見合いってもう高いですよね。なので、食事だけでもいいです。で、もしくはインターネットちょっと利用したいって方いらっしゃるかもしれないんですけど、オーナーの方がそのインターネット利用するだけでも大丈夫と言ってるので、まあ、ぜひね、来ていただきたいと思います。ちなみにテレビがあるんですけど、向こうテレビは一応そこの DVD がいっぱいあって、もし何か見たい DVD があれば DVD を見放題です。さらにはお茶ですね、コーヒー、そこにある飲み放題です。で、ちっちゃい、まあお菓子ね、それも、無料でいただけますので、まあすごく居心地がいい。Thank you.